実定とされるる人物である日本ハリストス聖教会では、主の兄弟ヤコフと呼ぶ、擬人ヤコブとも呼ばれる、聖人の概念を持つすべての教派で、聖人として数形されている。4世紀の歴史家エピファニウスによれば、イエス商店後に、エルサレムで活動した弟子たちの教団である、エルサレム教会の初代教会長を、紀元三38年から、 石打ちの刑で殺された紀元62年まで24年間務めたとされる。教官福音書によれば、生前のイエスの行動については全く理解できなかったようであるが、十字架刑の後に復活のイエスに出会い表現し、母、マリアや他の兄弟らと共にエルサレムにおける初期キリスト教団内市ユダヤ教、ナザレ派に参加したようである。さらには、少なくとも、 エルサレム使徒会議までにはペトロに代わって、教団の最高指導者となった。同会議では結論をまとめる役割を果たしている。伝承によれば、エルサレム教会の初代創主教であり、文献に名前が残る最初のエルサレム教会主教ヤコブと同一視される。パウロ書官及び、使徒行伝からエルサレムにおいて指導的立場にあり、またヘブライストの代表者であったことが知られる。 パウロ書館からは、使徒と呼ばれていた形跡も伺われる。伝統的には、新約聖書文書、ヤコブの手紙の筆者とされる。これは、今日の近代聖書学の立場からは否定され、保守的、プロテスタント、カトリック教会、聖教会では、今も肯定される。62年に処刑され、殉教した。ヨセフスに、偽人、ヤコブの殺害について、 キリストと呼ばれたイエスの兄弟、ヤコブが、石打ちの刑に処せられたことの記事があり、ユダヤ人からも尊敬されていたことがわかる。エルサレムの城壁から投げ落とされたと記録される。2002年にアラム語でヤコブ、ヨセフの息子、イエスの兄弟と記されている骨箱が見つかったとして、注目を浴びたが、この骨箱は巧妙な偽造品であるとして、 偽造の疑いのある収集家と骨董症がイスラエル当局から起訴された。主の兄弟ヤコフの生体礼儀と言われる生体礼儀の典礼文は今日でもエルサレムの聖墳墓協会において聖教会の聖代金曜日の生体礼儀に用いられている。主の兄弟はパウロ書館及び首都行伝に見られる故障である。ここからヤコブは 間違いなくイエスの近親者であったことが明らかになる。しかし聖母、マリアの諸女性の解釈をめぐり、イエスとヤコブの関係には三つの説がある。イエスのいとこ。西方教会で伝統的に支持された説である。それによれば、兄弟はアラム語の親族故障のギリシア語直訳で、実際の関係はいとこであるという。さらに、 クロパの妻マリアと結びつけ、クロパとマリアの子であり、クロパの別名がアルファイであるとして、十二使徒の一人で、ある、アルファイの子ヤコブと同一視する。イエスのイボニー。東方教会で伝統的に支持される説で、マリアは高齢のヨセフの5妻であり、ヤコブはその繊細の子であるとする。イエスの弟。プロテスタントで主に支持される説。イエスを生んだ後、 自然な出産により、ヨセフとマリアから生まれたとする。これらのどの説にも、聖書外の資料や、考古学上の証拠があるわけではなく、どれも結局は推測の域を出ない。信仰の範疇の問題であると言える。また次のような説も唱えられている。イエスの異フテ上記のクロパとクロパの妻、マリアの子。クロパはイエスの養父 ヨセフの兄弟であり、クロパの妻マリアを、ヨセフの死後にクロパと再婚したイエスの母マリアと解釈する。聖教会では、七十門徒の一人として、死との称号を持つ。固有の記憶日としては10月23日。他、12月26日に、ダビデ・ナザレのヨセフと共に記憶されるほか、1月4日に、七十門徒の回収祭で記憶される。ありがとうございます。